がマジで重要だな。よし行ってくるわ。よし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 、頑張るぞ。待てよ、俺特技切ってねえぞ。ない。まあそれもご縁だ。皆殺しか多分覚えてないだろ。誰だ我が眠りを妨げる者は。我が名はエスターク。今はそれしか思い出せない。果たして自分が善なのか悪なのか、それすらも分かるのだ。私を滅ぼすためにやってきた。これさっきこの前家やったら、じゃあわしを捕まえるためにやってきたのか、けしからんっつって怒られたから、はい。ぐごご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 。めっちゃ怒ってる。どうやら眠ってしまったようだ。もう一度聞こう。とそっちかよ。我が名はエスターク。今はそれ、これ振り出しこれ。私を滅ぼすためにやってきたのか。いいえ。そうか、私を従えるためにここまで来たのか。面白い。ならばその力試してもらうぞ。コアッパとで手加減ません。全力でひねり潰してくれるわ。行こうぜ。よーし頑張るぜ。来いよ。とりあえずスクルティオで命令、逆風にすべきか迷うね。守りの霧ってさ、一人だけ、あ、自分だけか。逆風でもいいかもしれない。いや、ここはスクルト2回かけよう。で、大義封じの息かな？一旦ね。違うな、じゃあ。ごめんなさい。やっぱり逆風にして、スクルトはスクルティオでかかってるから、一旦一段階上がってるでしょ。でそれで大義封じの息で行ってみよう。これ当たるもんな、大義封じ。行くわ。当たるよ。よーっしゃー、バカだめ。よくなんで俺回復しまーす。反射しまーす。逆風をしまーす。これ勝ったな。で、いやアタック感覚自分にやるんだ。これスクルトやった方がいいな。これスクルトでしょ。絶対勝ったわ。絶対勝ったと思う。絶対勝った。 100% だった。いやこれあれだな、あれだわ、レベル関係ねえや。これやっぱ技だな。これで完封できるだろう。しかもエスタークがバカだわ。こんなに跳ね返されたのに分かってない。自分が愚かすぎる、愚かすぎるわこれ。マジで愚かすぎる。でアタックカウンターやって、ここで行こうや。なんて愚かなんだこいつ。さあこれなんだよな。え、これ封じられてるよね。いやこれだってマジレベル関係だよ。おっと、700? 700? 700?
や、まだいけんだろ。でアタックカウンターしたから逆にカウンター狙いで、攻撃しようぜ。これありだと思うわ、あえての攻撃。よしよし、カウンターもこれマジでいい感じ。あとほんとだあれだ、いやこれあれだな、負ける目あるなこれな。まさかの魔人斬り2回攻撃で一発700。よしよしよし、スクルト2回やってるからね。お前そっちか。来い来い来い、アタックカウンター、カウンター、なんで来ねえんだ、なんで来ねえんだ。耐え切れた、マジか、やべえ。な、これいつ、ヨグラでは全然大丈夫、もうめっちゃ最安め。いや本当に頭が悪いわ、前回めちゃめちゃいやらしい攻撃だったんだけど、だオーロラブレスとか使ってたよ。あーこれだよな。あーオッケ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 ー、全然食らんわ、全然食らんわ、全然なんかしねえけど全然食らなくなってるわ、全然食らわんわ。うんなあ、あ、違うわ、スクルトやってるからだ、スクルトやってるからだ。よし、これで大義封じ、大義を封じし、あ、ミスることもあんのか、マジか。HP ほんといくつなんだ、来い、来い、やってきた。お、ナイスナイスナイス。とりあえず逆風して、これ防御すべきかな、これ。アストロンでもいっちゃいいんだけど、そうだな、台風じゃな、ここな、台風、これや、これやわ、白い霧。よし、マジで大義封じ覚えてよかった、これで多分回るはず、絶対勝てる、絶対勝てる。え、あ、そっか、そうすると今度オーロラブレスがまずいのか。これさ、この場合って いや、こいつら出せねえな、まだスキルとか、スキルとかせっかくかけてるのにな。じゃあこれガンガンの、ガンガンでいいわ。あ、もうスキルと切れてる、マジで。うわ、やってきた。よし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 、あれ、あそこアタックかかったか、ナイス。残念、おれ、あ、マジ、え、よっ、最後開始の時計倒したぞ、マジ、小さなメダル、おれ倒したぞ、これで
ミルドラースの、いや、デスタムナとミルドラースの仇取ったぞ、これで。いや、デスタムナはいるわ。デスタムナは死んでねえわ。ミルドラースの仇取れたぞ、バカタレ。なんということだ。この私がたった8ラウンドでやられてしまうとは。仕方あるまい。お前についていくことにしよう。やったぜ。おい、スターク、10体以内に倒すと仲間になるんだって。仲間になっちゃった。いやー、やったわ。マジで。マジでやった。マジでやった。今仲間にした魔物は二度とこの扉に現れないみたいだね。配合するときは気をつけるんだよ。それじゃ帰ろうか。お前、スターク捕まえたやついるか、お前。いや、これ誰でももう勝てんじゃねえの、これ。他国も何でも。これ。ねえ。うわー、やば。やば強。やば強なんだけど。HP も2000まで。これ3枠か。お前の名前は、もう、魔じゃない、魔族じゃない。聖なる漢字がどこだ。聖なる聖なる帝王、お前の名は聖なる帝王サウザ。とりあえずちょっと技見たいから、いや、いっちゃ一回預かりじゃねえや。いや、これめちゃめちゃいいぞ。聖なる帝王サウザ。え、スタークしかも捕まるとは思わなかったわ。多分何ターン以内とかっていうのがあったんだろうけどさ。まあ、せよ、倒したから地獄の帝王と名のつく者に倒して、俺はもう地獄の帝王、聖なる帝王に改名させた。そなたを褒めることがもう見つからんの。いっそのことわしの代わりにこの国の王となるか。それいいで。何を抜かすか、お前は。それ言い過ぎとだけ言っとればいいんじゃ。とにかくわしは王をやめんからな。なせよよ、めったな気を起こすなよ。いそいそいそ。いやー、これもう完全クリアと言っていいでしょうね。お勇敢なれます、合わせように大事のご加護を。これさ、この状態で他国マスターちょっと行きてーなー。